日本とイタリアの違い家編。イタリアの家は玄関がありません。基本的に土足。スリッパも履きますが家の中まで土足。お庭がなくても大型犬を飼う。書斎が客間になったりする。ソファーベッドをうまく使って、お客さん用のトイレも自分たちと使うトイレは別にしている。イタリアはほぼバスタブがない。シャワーが大好き。ここは新婚さんのお二人暮らしなのにめちゃくちゃ明るいリビングとダイニング。二人にしちゃ広すぎる。洗濯物は必ず外に見せない。6階だから眺めがいい。ワインボトルは絶対欠かさない。テルミニ駅の近くにある。6階からは眺めが最高。キッチンは奥の方に。あんまり匂いが好きじゃない。奥様は旦那様の夕食作り。何を作っているの？旦那は肉ばっかり食べるから。今日は野菜の炒め物を作るわ。彼の健康に気を使ってるの。こちらが新婚さんの主寝室。旦那さんがベッドメイキングするって。こっからの眺めも素敵ですね。防音窓だから駅近なのにとっても静か。そして主寝室用バスルームがあります。イタリアは便器とビデがある。